ってたもん。あの時に恵んでもらって、あだで、あだでかい。で、そいつの生い立ちを知っておくと、大体、ああ、これ今やっちゃいますね。
体どういう状況なの。で、物語としては今クライマックスなのか、その始まったばっかりなのか、で、そもそもその登場人物の背景としてどういう、まあ、いろんな事情があってこういうことになってるって、その手前までが分かるんですね。そうすると、この一枚を、これは今なんですけど、この一枚見ただけで過去が分かるんです。分かる人は。んで、過去が分かるのと、過去こういう追い出しでこうなってきたんだから、あ、まあそれはこうなるよね。次こうしたいでしょ。って話で、結局明日が分かるよね、明後日も分かるよね。それがやってるのが電気予報なんですね。要するに次回予告を見てるわけです。今日、今回のドラマ10分を見ると、次回予告も、まあ、おのずと見えてくるというような話が、天気予報でやってることなんですけど、まあ、それをですね、実際にちょっとやってみると、まあ、はっきりすると思うんですよね。ほんで、あ、なるほど、いや、書いてみたら確かにそのいろいろ戦いきさつがあるもんですね、事情があるもんですねっていうのが見えてくると思うんで、それをまあ、各々表現していただくと。で、例によって、まあ、前回と一緒ですけど、写真撮ってアップしていただくと目立つ100点でございますね。そんな感じの話なんですけど、それでですね、ちょっとテキストをですね、皆さん、ダウンロードできましたね。昨日も改めて送りましたけど、こんな感じです。見えました？ダウンロードできてないけど、大丈夫？できますか？はい、で、まあ、タイトルは空のドラマの展開を読みましょうという話なんですけど、そもそもドラマなんだとしたらですね、まあ、登場人物がどんなやつなんだと、あいつとこいつがここで出会ったんだとしたら、この次の展開、まあ、ちょっとモヤモヤしつついずれくっつくんでしょう。で、別れるふりをしながらピンチとしながら、まあ、最終的にはハッピーエンドなんでしょうみたいな鉄板の展開だけじゃないですか。それと似たようなことがですね、大体あるんですね。でそれは大体その、いつどこで生まれて、どういう育ちをしたかっていうのに寄ってますよって話が、このテキストの中で大体僕が話したことなんですけど、これですね、僕はおととしぐらいまで、おととしぐらいまでは、僕が最初のこの3件を、ここで授業してたんです。で、じゃあ予言は、じゃあそれに沿って皆さんやってくださいって言って、書いて、で、語源はなんだ、まあ、ちょっと残り書いて、提出して書いてみたいなことやってたんですけど、はっきり言ってね、中身はね、小5で今やるらしいですね。中2の理科でもやるらしいんですけど、そんななんて、わざわざまたやるような話なのかという感じの中身なんですよ。低気圧がどうとか、高気圧がどうとか。何を改めて大学1年生になったかって感じじゃないですかと思うんですけど、これがね、まあ、僕がわざわざそこで授業するとそんな雰囲気になっちゃうんですけど、それでね、去年から始めたんですけど、じゃあ逆にね、簡単なんだから誰だって授業できるでしょと思いまして、これは順番にやっていくことにしたんです。もう今まで、1年ぐらい100人以上の人がここで前に出て授業してるんですけど、これがね、すごい面白いんですよ。盛り上がるんですよ、めちゃくちゃ。本当単純な話ですね。低気圧って何なのか、寒冷前線って何なのか、今さらって話なんですけど、俺がやってもみんな眠くなるだけなのに、自分がやるとなんか盛り上がるんですよ。で、これはですね、今からね、ちょっとやってみたいな。何で盛り上がるのか、何で盛り上がるのかっていうのはね、ちょっとこれから体験してもらえれば分かるかなと思うんですけど、それでですね、じゃあちょっとね、まあ、今回も半分けをしてですね、パートを決めていこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとここのクラス人数が多いので、どうしようかな。
ップぐらいのチームが欲しいんですよね。後ろが4、じゃあ次ですね、5ページが生まれた後ですね、その、なんですか、育ってやんちゃになるので、実際だから僕ら困るやつですね。それが5ページが、ここまで、この5人、あれ5人だ、この5人ですね。はい、で、こっちの5人が次の、6ページはちょっと短いんですけど、はい、まあ、ちょっとね、7ページのちょっと図が1枚ありますけど、その辺も使っていいです。6、7、まあ、ここは結構じゃないんですけどね、6ですね、まあ、結局ね、はい、ここにね、はい、そんで、次ですね、ここ5人は今日のレポートに直接関係ないんですけど、はい、僕としては、僕個人としては一番やってほしいと思います。これは何かというと8ページです。はい、わかります？今日のレポートには直接出てこないです。台風のところです。台風は直接出てこないんですけど、僕個人としては台風が一番分かってほしいんですよ。単純にその知識云々じゃなくて、一番派手に自分の生活を脅かす。はい、じゃあここ8ページ、台風、期間、年齢が、まあ、そんな感じの話で、ちょっと後でまた詳しく言うんですけど、
と。で、次。ですね、ここのチームは、この5人と最後、この4人です。このチームは、9ページの、まあ、今日のレポートの第1弾の天気図なんですけど、これのルール説明、わかりますが、まあ、ここに書いてある。9、10、書いてあるんですね。はい、10、ちょっとね、一見長いようですけど、ルール説明なんで、もうちょっといきますかね。11ページのルール1、2、3でここまで、どうやって書きますよ、どういうルールで書きますよという話なんで、難しい話じゃないんで、ここで担当してください。で、最後ですね、ここ4人は、その11ページの最後、コツ1、2、3でところなんですけど、ここ、短いようでややこしいんですね。ちょっとややこしい。慣れてない人ですけど、まあ、一番やってほしいのは、コツ3にあるね、内装外装っていう言葉があるんですけど、これがわからないと解けないんですよ、今日のレポート。だからこれが超重要なので、なんとかして調べて。で、なんとかしてみんなに教えてほしいんですか。いいっすか。という判断。いいっすか。はい。じゃあ一応担当決めました。ですね。それで、今からね、10分ぐらい。なんで、まとまってですね、話し合った後に、その後に、ここで、その班で、それ以外の人に授業します。要するに、まあ、前の人は簡単です。前半のほど簡単ですね。簡単ですね。まあ、簡単なんですけど、前半の人の話が、次の班の人のところに、伝わらないと、次の班の人は結局次行けないわけです。全部自分の班が振りになって次行きます。あ、わかります。で、まあ簡単だからそんなに気負わなくて全然いいんですけど、まあ皆さんね、ここ先生になる人が多いクラスなんで、まあいずれいつも考えてると思いますけど、基本的にはその子供にじゃあ将来教えるって言ったときに、まあ、これ子供に教える内容ですよ、いずれ。あ、遅かれへんね。はい。その、教科書ただ読むだけの先生っていらないよねって話を最初にしたじゃないですか。じゃあ、あなただったらどう表現するかって話なんです。で、どのパートもそうなんですけど、そこの、要するに、分かってほしい単語みたいな、語句みたいなのはいいんですけど、じゃあなんでこうなのか、ちょっと相手に考えさせるポイントを一つ作りましょう。ここなんでこうなのか、覚えればいいんだったらそれもう配っておしまいじゃないですか。わざわざ前出てきて他の人に説明するんですよ。で、その説明して伝えたいことは覚えればいいんじゃないんですね。多分なんかちょっと自分としてはここがこの何も知らない子供からしたら疑問に思いませんが、あ、言われてみればそうかもしれないよねっていうのを一つ問いかけて、ああ確かにと思いそうなところを、いや、つまりはこういうことなんですって言ったら、なんかその先生が言う意味あるプリント配らなきゃいけない、そんな感じにうまく仕上げてしまう。はんで、じゃあどういう展開にしましょうか。ここの担当してる内容では、ここがポイントに、まあ、覚える話はここのここなんですけど、結局、伝
伝わってほしいところの肝はここじゃないなっていうメッセージがあるんです。でそれを決めて、で次の班の人にはここが分かってほしいということをここで話し合って決めてほしい。そんな話を、まあ、各班の担当で考えてほしい。中身はそんな難しくないですからね、見たら分かりますけど、一回はやってる話ですから。ほんで、他の班はですね、自分の班のところもまあいいんですけど、前の班が話しますよね。前の班が話してるのは、10分後の自分だと思ってくださいね。だから、言ってることがよく分かんない。その、まあ、前の班なりに工夫してメッセージがあるんですけど、ちょっと、どういう、覚える以外に何か意味あるんですか、どういうことが言いたいんですか、思える節が大概出てくるので、それはちゃんと聞いてやってほしいんです。わかります。まあ、やっていくうちに、うんうんってなると思うので、その最初から完璧な説明でまずないと思うので、そしたらまあそのやり取りで、あ、そういうことね、結局落ち着くと思うんですよね。それもちょっとやってほしい。で結局前に出るの、10分後は自分が前に出るわけですけど、自分が前に出た時にどういうふうに聞いてる人からレスポンスが来たら話しやすいかと、これを考えてほしい。わかります。全く無反応でじっとしてると前に出てる人ってすげえやりづらいわけ。それが10分後自分だとするとやりやすくしてあげたい。わが身だと思えば。その感じの自分もやってあげてほしいわけです。結局こういうことなのという話です。で、唯一ですね、この台風の判断でレポートに直接関係ないので、まあ、みんなね、いいやつだから聞いてくれると思いますけど、普通に考えてね、レポートに関係のない話をするって、そのモチベーション低いわけですよ。だからちょっと大変だとは思うんですけど、中身はね、何でもいいです。台風であるどういう話でもいいです。で、一人一人自分の興味で喋ってもいいし、この班でまとまって何か一個の大きいテーマでもいいし、台風についてその他の人にこれは分かっといてもらった方がいいんじゃないかということを見つけて、それを作ってください。で、それを喋ってほしい。それ必ず他の人はおおってなりますから、絶対なるんです。でも、どのクラスでやってもなぜかレポートに直接関係のない台風のターンがですね一番熱いんですよ。でそれは大丈夫なので、まあ、何か一つ、ね、この班でここかな、台風といえば自分自身が一番驚いたのはここだと何か調べて、で、そういう授業をしてほしいですね。はい。で、最後の方はですね、天気図のルールなんですけど、ルールなんてこれもう全員が必要なんで必ず聞いてくれますけど、あえてちょっと単純な話だと思うんですよ、ルールって。なので単純なんだけど、やってみると結構難しいんですよ、意外と。なのでルール、口だけでとりあえず羅列すると、まあ、分かってるって言いながら結局やってみると分からないっていう状況になるので、それをなんとかクリアできるように、うまい説明考えます。こうやれば実感できるんじゃないか、こういうルール説明にしていけばみんなもやりやすいんじゃないか、要するにみんなのレポートが早く進むか、スムーズに進むか、うまくいくかどうかっていうのはここの説明にかかってるんで、わかります。はい、でそういう説明をちょっと考えます。はい。で、他の班もそうなんですけど、説明の中身作るときに別にテキストにこだわらなくていいですから、どっかYahoo 検索してもいいし、 Google ってもいいし、何でもいいです。要するに
前に来たから、あの何を使ってもいいですか。他の参考書があるのか、それ使ってもいいし、どういう表現にするかはその判断してください。で、最後ですね、最後の判はコツ3つなんですけど、ここ結構難易度が高くてですね、ちょっと、なんていうのかな、癖のある内容なんですよ。見て覚えればいい話でもないし、ちょっと内装とか外装とか聞き慣れない、聞き慣れないですよね。ちょっとピンとこないっていうのがあるので、そこをいかにみんなに、お、ピンときたと思わせる話にしてほしいんですね。はい、それがこの最後の締めで。で、大体、まあ10分だとね、なかなか十分な、時間じゃないと思うんですけど、とりあえず前に立ってみたら意外と表現は出てくるので、そこはね、完成度は気にしないんです。で、あ、ここが真ん中のメッセージになりそうだっていうのだけ決めるんです。はい、じゃあですね、とりあえずまあ大体固まってると思いますけど、後ろを見ていいので、各班で大体どういう話、どういう順番で誰が話すので、誰がどういう、黒板使ってもいいし、その、どういう展開にするの、どれぐらいの長さで話すのっていうのを、ここだけちょっと分かれてるので、集まってます。うまく決めてください。じゃあ今から、ちょうど、1時半まで行きましょうか。1時半まで時間取りますので、それは長いかも。
Thank you.
具体例出す
一人一個だもんね。そうしたあんま長いこと。でも
あの別に間違うとか間違わないじゃないですか、今回の話はね。合うとか合ってないとかじゃないですから、まあ、どういう表現するかだけなんです。でその時はできるだけ人と距離詰めた方がいいです。わかりますか。あの皆さんね、多分飯食ってる友達と喋る時に合ってるか間違ってるか気にしない、バンバンしてるから。あの感じ分かります。あれは距離が詰まってるから、もう目の前に人がいるから、言い間違えても別にそれ気にしない。で緊張とか一切ないわけです、ああいう時は。なんですけど、前にちょっと出て人と距離がある時に緊張するんです。そういうもんなんです、大したことじゃなくて。だからあの、まあ、授業っていうとちょっとね、硬くなるかもしれませんけど、あの、まあ、言いたいことは大したね、そんな難しい話じゃないので、あの人に距離を詰めていくんだ。で自分で動きを取って、自分でここに立とう、こういうことで今あの人が説明してるんだったら、その人の説明を自分だったらどういうふうに助けてやれるか、まあ、最終的に出てもらってもいいです、大丈夫かいって言われていいですけど、でどっかで自分が助けてやれるポイントがあるんだったら、それ使ってあげるし、あのうなずいてない人がちょっと首かしげてる人がいるとか、そういうのは喋ってない人を見る。あ、わかります。でそれは本当はで先生になったら自分一人でやるんですけど、あいつがちょっとつまんなそうだなとか、あいつがちょっとあの食いついてきてるとか、それ全部一人でやるわけなんですけど、今回は、まあ、説明する以外の人から、その人がどうやってサポートするかも考えてる。はい。じゃあ行きましょう。はい、絵を描く人がいい、喋る人がいいか。はい。うん。はい。大きい声でいきましょう。はい。はい。聞いてる方は、あの、あれですね、ここちょっとピンとこないっていうところはどんどん言ってください。はい、あの、前は前で気にしないんですよ、飯。はい、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 寒くなるんですよね。で、その露天に達してどんどん
水蒸気が水になって、で結局集まって雲になって、まあ、天気が悪くなったり、うんうん、まあ、悪くなったり、うん、悪くなったりする。まあ、高気圧が、まあ、それとは逆で、うん、上昇気流で雲ができやすいんだったら、うん、まあ、高気流では雲ができにくいですよねってことになって、うん、まあ、晴れたりということが起こります。うん、以上で高気圧と低気圧の発表を終わりにします。ありがとうございました。はい、先週気圧計で皆さん測ってもらいましたけど、あれ、肺
読んで何だったのって言ったら、その自分の上にいる空気の、まあ、体重計なわけです、あれは。で、あれは太ったわ、あれ痩せたわっていう話をしてるわけですね。ここで分かれば、あれ痩せたわってなりますよね。で、これ相対的な話なんですけど、相対的な話なんですけど、相対的に低い場所ありますよね。他に比べると結構高めの場所がありますよねって、これを言ってるだけなんですね。わかります？ほんで、まあ、じゃあこれ名前つけるだけなんで別にそれでいいんですけど、例えばね、単純な話なんですけど、じゃあ子供に聞かれたらどうします？皆さん、なんでございますか？低気圧は上昇気流です、皆さん教えるじゃないですか。なんで上昇気流です？低気圧です。なんで？じゃあこれが俺だったらこういうことですね。という話だよね。さっきの話は天気が悪いっていう話の方をポイントにしてくれましたけど、そもそも気圧が低いと上昇気流なんですっていうところはそもそも何なんですか？思いません。謎じゃないですか。決まってないでしょ。で、まあこのチャプチャプで考えるとですね、低いところは次どうなるんでしょう、高いところは次どうなるんでしょう、これは分かるでしょ。分かりますか？チャプチャプさせた時に水面がガッと上がったところは次どうなるんでしょうか、下がったところは次どうなるんでしょうっていう話で、どこに戻りたいかというと、もともとそっとしておけばこの水面なんですね。ここに行きたいんですよ、本当。外で揺らすもんだからこうなっちゃってるんですけど、本当はここで落ち着きたいんです。本当はここで落ち着きたいんですね。だから本来いるべき場所に行きたいので、そっちに行きますよっていうのがもともと起こる動きの力の源なんです。だから結果的にこういう話になりますよって、これその続きの話なんですけど、そもそもこれ何なのかって。そう、もう一つあったんですね。じゃあこうなるとしたら、こうなるとしたら、じゃあこれ決まったとしましょう。低気圧は上昇気流なんです。はい、天気悪くなるんです。こう言いますけどね。これ何なんですか？もう決まってんすか？いや、なんかまあ何となくそう思えるけど、何なのって話をしたっていいわ。まあしなくていいですけどね。しなくたっていいんですけど、まあ確かに何なのって話じゃないですか。なんとなくでしか、本当はよくわからない。まあ上からどんどんこう、これを押し潰そうとしてきてるわけですね。で、ここはここで物があるわけです。困っちゃうわけです。言うけないじゃん。横で何とかしてくれる人がいるならそれ探しに行きますよって話なんですよ。でそれがうまく釣り合ってますよねっていうのが、まあ、理想的にはこうなるじゃないっていう、まあ、地球上こんな綺麗に汚いですよ、すべてが。もう相対的にはもし高いところが行けばそういうところに物がこう行くようになるし、高いところが低いところに風、だから空気は行き場所を探して動いていくわけ。それが風なんですよ。前回皆さんかかったと思いますけど、ね、何メートルだとか覚えてますかね。あれじゃあ何メートルかっていうのは、そもそもこいつが、ね、過剰にちょっとうちで持ちすぎなので、お宅で何とかしてください。この差なんですよ。この差が激しければ激しいほど強くなるし、ふわっとしてるんだったら、ふわっとした風になるんですよ。そんなに動く必要ないわかりますね。これめちゃめちゃ低くて、めちゃめちゃすごい勢いで生きてるのが台風ですよね。最後やりますけど、台風ってなんでそんな風すげえの。この間爆弾低気圧が来ました、とんでもない風が来ましたみたいな話をニュースでやってましたけど、何なんですか、この斜面の差なんですよ、すべて。そりゃそうだ、こっちで過剰に余ってこっちで全然足りてません、その差がでかければでかいほど多いすぎて埋めましょうか。
したらそこにポイントを持ってるっていう話です。もうこれだけで別にあの30分でも20分、40分でも喋れるんですけど、あのどこにねポイントを置くかっていうのはその班が決めていいよって言ったので、あのここはねもちろん大事なところなんで一般はそこをやってくれたんですけど、他の班もポイントはここなんですよ。うちの班としてはとにかくここを上がってほしいんですよ。で強調する場所をうまく、ね、表現してほしい。うまくやろうとしなくていいんですけど、ここは自分としては何とか分かんないんです。そこを決めてほしい。じゃあ次2班行きましょうか。さあ、2班は何を教えてくれましょう。はいはい、臨界低気圧のでき方。おうおうおう、なるほど、やりましょう。はい、え、まずですね、うん、全部僕やってる。あ、僕おう、まず、うん、地球って、うん、丸いじゃないですか。丸いです。はい、で、太陽があるんですよ。はい、太陽があって、はい、太陽から光の真から、うんうん、地球って明るかったり、はい、するわけで、はい、その太陽からの光のエネルギーをした、はい、もらえるところって、うん、多いところと小さいところがあるんですよ。なるほど。でね、うん、手を置いてでして、はい、そう、地球のこの一番太陽と好きなところが、面積的にはすごい太陽のエネルギーが生まれるわけでして、なるほど、暖かいんですよ。で、上の方は、はい、少ししかもらえないから、はい、寒いんですよね、比較的。うんうん、そうすると、はい、ここら辺一帯、こっちはね、インドネシアとか、うん、ここら辺はすごい暖かいし、うん、上の方の南極とかロシアとかはすごい寒いわけですね。なるほど。でして、で、日本は問題ですね。うん、日本はね、そう、真ん中ら辺にあります。真ん中ら辺にあります。はい、そうすると、はい、日本は、はい、日本はですね、はい、日本は問題って、うん、この、緑の、ここが、冷たいところ。はい。冷たいところ。はい。ここが、暖かいところ。うんうん、暖かいのがあると、はいはい、暖かい空気と小さい空気が、うん、あ、小さい冷たい空気があって、はいはい、それらが地球はやっぱり、まあ、さっきも言ったけど、うん、まあ、何でも程よくなりたいんですよ。低気圧も、気圧もそうだけど、うん、暖かさも、うん、だからこいつらは混じり合おうとしてます。混じり合おうとしてます。なるほど。冷たい空気が暖かい、はい、そうすると、うん、そこのぶつかるところがちょうど、うん、日本とかいう温帯でして、なるほど、温帯で空気がぶつかり合います。なるほど。そうすると早くしたいけどそうすると、はい、そうすると、まだ生まれてないね。まだ生まれてない、はい、あ、じゃあそれやろうぜ。やろうぜ。
ピンとしてない人だけど、後ろの方に。手をつないだ意味がちょっと弱まる。
全く別物です。ほんで、なんとかここでですね、低気圧を作りたいんですけど、その、まあ、手繋いだところまでよかったでも、とにかくですね、この後低気圧を作りたいわけです。低気圧はさっきね、さっきの話でいくと、とにかく上昇気流なんですって話でしたけど、単純に横から見たら、低気圧で上昇気流ですって話をしましたけど、今ここで気圧出てきてないんですよ。だけど、あったかい空気の方が軽いんですね。あったかい空気の方が密度が軽いんですよ。そんなの分かりますよね。フライパン温めたら、あったかいものができてるじゃない。軽いから。から軽いものは上に移動するんですよ。冷たいものは下に潜るんですよ。そう、ここ必然的にですね、ただの境目じゃなくて、必ず上昇気流になるじゃない。横から見たら必ず温かいものがこう上がろうとするんです。冷たいものがこう戻ろうとするんですね。必ず上昇気流になるじゃないですか。これだからそのさっきのこういう話をしなくても先に上昇気流ができてしまうんです。わかります。そしたらここなっていくんでしょうね。他に比べる。じゃあ仮にね、ここで上昇気流できました、雲ができましたとなっていくと、他と比べて低い場所が、まあ、最初にできそうですよね、少なくても。だからそういうその空気の境目に気圧の低い場所ができるよね。それはもう必ずこの太陽の当たり方からして、この温帯にそういうものができる宿命なんですよ。で、そういう宿命のもとに生まれたものを温帯低気圧って呼びましょうよ。他でもできますよ、ここでも。ここでも。低気圧は。チャプチャプすればいいだけの話だから、相対的な話だから、低気圧はできますよ。ここでも、ここでも、ここでもできますけど、この温帯のこの宿命のもとに生まれたやつを温帯低気圧って呼びましょうって言ってるんです。そうすると、まあ、手繋いでぐるぐるぐるって話は、そのダーッと続いてましたけど、で多少その3番の話を先取りしてたんで、3番の話はちょっとこれからね、やってくれるんですよね。今日これが、今日このレポートの一番メインテーマですから。でもしこうできました、温帯で低気圧、この宿命のもとに、この生い立ちのもとに、温帯低気圧というやつが生まれました、そしたらどうなりますか、3番。じゃあ3番で1回休憩しましょう。3番に行こうね。前の振りを自分たちで使っていくんですよね。前の2班はこういうふうに説明してくれましたけど、3班はこう言ってくれましたけど、例えばあれを思い出してみると今言おうとしてることはここですみたいな話になってくるんです。後半の方がちょっと応用が必要になってきますけど、はい、じゃあ3班どっからどこまで行くんですか。はい、話の概要としてはどこからどの辺を話してるんですか。面白い。面白いですか。
それ自転してるせいで働いてしまう。何も覚えてなければまっすぐ行くはずなんですよね。はい、はい、はい、はい。で、こう言ってるんですけど、うん、空気が低気圧に向かってまっすぐ行くっていうふうに考えれば、うん、地球上では、はい、結局その小料理の力が働いて、うん、天気に向かうことがなくなって、うん、それをどんどん減速していくと、はい、こうやって、うん、だんだんと、うん、なるほど。はい。ここから低気圧っていうのは、うん、弱気に動くっていうことが分かって、うんうん、とりあえずその資料に載っている図で、なんで低気圧がああいうふうに動くかなっていうのは、うん、そういうことっていうことです。なるほど。で、次に、はい、なんで二極化するかっていう、こう、説明をする。はい。肝もね。さっき、批判かなんかが、他の4人は基本いや、もうできる。キリフだ。キリフだ。いざとなったら出てくる。はい、まだ今は。あ、日本に丸したの。はい。
て一向に勝負がつかないんですよね。わかりました。低気圧ここ行きましょうか。一向にこれは勝負つかないんですよ。ガーンがダメね、こっち側がダメ。だけど低気圧がこうぐるんって回ってこいつを押すとこういう状態になるよって話ですね。大体トントンだったんだけどカーン立てなくなるって話ですね。もともとやる気がないんじゃなくてやる気満々で押してたんだけど要するに不正を受けて仕方なく負けたという話だったんですね。こっちはこっちで力を借りたから勝ったって話で、こっちは逆になるよね。こっちは大好きが力を得るよね、回転の方向からして。わかりますってことだね。そうすると西と東で起こることは話が逆になるでしょが言いたい、言いたかった。ね、あの設定までですごいよが意味わかんない。やりたいことはね、まあ、そういうことだよね。要するに一生懸命ちゃんと やってたんです。結構いい勝負してたのに、ね、いきなりスケット取られたらそれ勝てないでしょってことが西では西で起こるし、東では東で逆のことが起こるよね。そうすると、まっすぐじゃなくなるでしょ、うんうん、それで西側は何て言うの？前線っていうのは、前線っていう言葉で、そもそもね、軍隊用語ですけど、要するに攻めていく一番先頭ってことですよ。攻めてる方は何なのかって話、主体は。攻めてる主体は。攻めてる本人は誰ですかって。で、完全前線って言ったら、歓喜が今、おせおせですって言ってる一番先頭のことですって言うんですよ。で、ダンキは今攻められてるんだから前線とは言わないんですよね。その西側の方は。で、逆に東側の方はダンキが押せ押せになってその先頭がここですって言ってる。それは温暖前線って言うんですけど、それはダンキがどんどん押せ押せの状態なんですよ。その一番先頭の人を前線で押す。軍隊用語で言えば突進してる。後についてってんじゃなくて、人の後についてってんじゃなくて、我先に俺を押してってるっていう人が一番いるわけです、先頭。はい、その差が出てきますよねって話です。西と東の、はい、で、それが本日のレポートでは一体どこに出てくるでしょうか。そこが問題なんです。わかります。まあもうみんな自分で見て大体気づいてると思いますけど、じゃあそれは一体どこなんでしょうかって話なんです。記号はもう書いてあるんです。でそこに記号が低いということはですよ、それを挟んで何が起こってるのかっていう話ですね。でそこまでを話してくれた。だからそこまでを話してくれたんですよね。だから一番大事なところだと思います。で今動きをやって分かったと思いますけど、一番動きが激しい場所なんですよ。言ったら、おいお前ずるいぞっつって、その不正が摘発されてるし、いざこざが起こってる一番激しい場所なんです。はい、その周りで何が起こってるのっていうのは記号の上で表されたはずなんですけど、それをこれから読み取りまくるっていう場所だから、だからこの話が一番漫画家として大事なんですね。はい、で今日はここからスタート、ここからこの話からスタート。
いいセットなんですよね。はい。じゃあちょっとね、一旦休憩しますけど、休憩しますけど、ちょっとね、10分ぐらい休憩しましょう。休憩する間ね、ちょっと考えてるんですけど、単純にね、もちろん知識として学ぶことは大事なんですけど、みんなにもう一回思い出してほしいんですよね。説明するのが目的じゃないんですよ、本当。自分が説明した相手にこのレポートを無事仕上げてもらうことが目的なんです。みんな分かります？で、前に出てきて、なんかそのなんとなく説明するっていうのはね、まあ、例えばその練習でもあるかもしれませんけど、それ自体は目的じゃないんです。それをすることによって、他の全員、まあ、自分の仲間がこのレポートを無事に仕上げてもらうことが目的なんです。だから自分がうまく説明できるかどうかどうだっていいんです。面白いかどうかもうどうだってよくて、最終的には相手がですよ、分かってくれればどうですか。それ以外のところは、まあ、はっきり言うとどうでもいいわけです。時間かけてもいいし、短くスパッと言ってもいいですけど、目的はここなんです。これを他のみんながいかにうまくスムーズに仕上げれるように自分は提供できるものは何ですかってことなんです。だから、いろんな工夫がありますけど、結局そこの目的まで見たときに、結構ね、説明も何ていうか、うまい下手じゃなくて、聞いてる方としては、あ、それはいい、そういう説明欲しかった、だからもう、それは自分の目的に沿ってるんですよ。相手の話、うまい下手じゃなくて、相手が自分の目的に答えようとしてくれてるのが分かれば、自分も聞こうと思えるもんなんです。前半の方はね、結構ね、そこからあえて、まああんまりそこまでいかなかった、目的がどうとか、とりあえずやってみる、あたふたしてみると、意外と分かってそうなことが分からないっていうことが見えてくるじゃないですか。それでいいと思うんですけど、後半は結構大事なので、あえて言いますけど、特にね、今日のこのレポートいろいろ書いてますけど、そこで他のみんなが、まあ、直接役立ててもらえる話をするわけですよ。これ一本なので、そこの目的を考えましょう。うまく言うかどうか。はい、じゃあちょっと10分ぐらい休んで、2時40分、2時40分から毎回やりましょう。2時40分から次の